パナソニックトライアンズはパナソニックが運営していた男子バスケットボールチームである。日本バスケットボールリーグに所属していた。本拠地は大阪府平方市。主会場はパナソニックアリーナ。チームカラーは青。現在、近畿地域リーグに所属する和歌山トライアンズの前身となったチームである。2009年2月14日、代々木第に体育館初代日本リーグ王者であり。 リーグ戦13回、オールジャパン10回、全日本実業団1回、国体2回を制覇した古豪。獲得した全国タイトル計26回は、NKKC ホークスに次いで、歴代2位の多さを誇る。最後のリーグ優勝は1994から95で、この時の MVP は、ルーキーの長谷川誠で、新人王も獲得している。日本人プロ契約選手は所属しておらず、 新 JBL 移行後も食卓契約選手が主力を占めていた。トライアンエスとして、チーム、地域、企業の三者が一体となる運営を理想とすることを表現。また、本拠地である平方市の形状が三角形であることから、三重市のように勇敢で強く、チームワークのあるプレーを目指している。会社の経営悪化に伴い、2012から13、 シーズンを最後にキューブする方針であることが報道されている。これを受け、JBL に代わり創設されるナショナルバスケットボールリーグには不参加が通達された。そして2012年10月31日、バドミントン部と共にキューブが正式発表された。2012年12月18日、パナソニック創業者、松下幸之助生誕の地である、 和歌山県にプロチームが新設され、NBL 参加権が譲渡されることが報道されている。翌19日の NBL 最高責任者会議で参加権譲渡が承認された。2013年2月9日、チーム名がトライアンズを継承した和歌山トライアンズと発表され、加えてパナソニックもスポンサーの一角に入り、 登録15人のうちパナソニック所属選手は半数程度になる見込みであることが明らかになった。ラストシーズンとなる2012から13は16年ぶりのオールジャパン優勝を果たしたがリーグ戦は5位に終わり、プレーオフを逃したため2013年3月24日の最終戦をもって待つした電気バスケットボール部時代から数えて62年の 歴史を持つパナソニックとしての競技活動は幕を下ろし、新チームへ継承される。最終所属選手のうち新チームへ移籍が決まったのは7名で、他は2012年11月に NBL、NBDL 加盟全チーム参加によるポスティングを実施して12月に4名の移籍が決定。残る日本人1名と外国人2名は自由契約選手リストに公示された。 日本リーグ一部の第22回から第33回までは C、T のディビジョン制を導入。日本リーグ一部の第34回のディビジョンは SL、NL として実施。2013年9部当時 JBL のライバルである BJ リーグの大阪エベッサとは同じ大阪府を本拠地としていたこともあり、大阪のスポーツチームや団体によって結成されている。 大阪スポーツ王国に共に参加していた。また、エベッサには、ヘッドコーチである天ン検索をはじめ、パナソニック OB も所属。エベッサ側は、この2チームの将来的な合併も視野に入れていた。ありがとうございます。